私立洋蘭女学院、創立わずか30年の歴史にして財政界、文壇、芸人といった各方面に多くの著名人を輩出する名門校である。志高き一流の教師陣が時代を担う淑女の育成を目指していた。舞台校予算争奪戦メガファイトトーナメントは当学院文化祭恒例の一大イベントである。クラブ活動、学校生活に欠くことのできないグラフィティ、少女たちが最も輝く季節、青春。その1ページをより充実したものとするために少女たちは持てる情熱のすべてをこのイベントにぶつけ合うのだ。流される汗と涙の一粒一粒が数々の名勝負とともに来賓の卒業生や父兄、後輩たちの胸に刻み込まれてきた。そして今年もその季節がやってきた。私も玉木お姉さまで決まりよね。でもトラミ先輩も今年で卒業でしょ。やっぱり決勝戦はあの二人よね。うんうん。あ、たこ焼き食べよう食べよう遅い。